怒りをあげよう海賊空母エセックスの船出だーこの世のすべての場所へと、いざ勇敢えへへへ、<laughs> いいですよね、海賊って。地球観うん。<laughs> 別に酔っ払ったわけではありませんよ仕事の休憩にこれを23巻開けてしまって <laughs> うー頭が痛いですなんだか私昨日とんでもないことをしたような気がしまして指揮官何か知りませんか レモンの酸味が効いていい気分ですこれはエンタープライズ先輩にあやっぱりなしです終わりが見えない事務作業これこそ指揮官が普段挑んでいる戦いエセックス完全に侮っていました 見たか空母エセックスついに最高の宝を手にしたこれで先輩たちを超えて <laughs> シャングリラちょちょちょ,ちょっと待ってください謝ります謝りますから <laughs> 指揮官エセックスの船に乗らないあれ 指揮官が乗ったら船長は指揮官ですよねそしたらエセックスは一体ちょっと指揮官新しい任務つまり 新しい事務作業が発生することを意味しますね <laughs> <laughs> 任務報酬これならエセックス苦にならずに作業できます新しいメールですかどこに置いたっけ指揮官おか エンタープライズ先輩、こんな指揮官に我慢して従っているのか。体幹巨峰主義の時代の終焉を、この目で見届けました。航空母艦の時代も、いつか、終わりを迎えるのでしょうか。妬みいいえ、そんなことはありません。 エンタープライズ先輩は、私たち全員に尊敬される英雄です。ただ、彼女の七光だとされていることは、私には、やっぱり。私エセックスは、誰にも負けません。たとえ相手が、エンタープライズ先輩だとしても、です。しかし、 どうやってみんなにそれを認めてもらえるか指揮官あなたならきっとわかっていますよね指揮官って大変ですよねもし私はがこんなのを毎日やるくらいなら海賊になった方がマシですよなんて <laughs> 冗談ですよ 指揮官の負担を減らすためにも私いくらでも我慢できますからヘ <laughs> シャングリラお願いだからそれをおろして <laughs> えっ一択組が戻ってきたのを知らせてくれるためですか ジェット機はいつになったらシラサギのテンペスタあち違いました事務仕事よりやはり戦闘の方がいいですね敗北で増えた書類作業のことを考えるだけで <laughs> 大空をかけよう